今回の舞台は砂丘で知られる鳥取市。人口はおよそ19万人。ここ3年の移住者の数は1310人。住みたい田舎ベストランキングの子育て世代部門で全国1位にもなった人気の町です。さて、なんでそんな人気あるんでしょうか。それをちょっと今回探りますよ。島田さん。あ、どうもこんにちは。大阪天満から2011年に移住した飯塚さんファミリー。大阪の賑やかな天満から大自然の鳥取に移られたきっかけは何でしょう。結婚する前からよく遊びに来てたので、まあ、旦那がサーフィンしたりするので、こういうところに住めたらいいかなとか思ったりして。いいですね、この波でサーフィン。移住を決めたきっかけはこの海でした。家族5人暮らし、飯塚さんのお家へ。賃貸を転々とし、5年前に空き家を購入しました。その気になるお値段は100万円ぐらい。100万です。1000万じゃなくて100万。100万ぐらい。築70年 8DK、庭付きの一軒家をわずか100万円で購入しました。子供部屋も広く、和室8畳。8歳のちいちゃん、4歳のおうちゃん、2歳のひーちゃん、みんな大喜びです。ここで鳥取市移住ポイント。第3子以降の保育料はただ。高校卒業するまで医療費はどんな怪我でも1回530円に。さすが子育て世代に人気だけあります。夫浩二さんの日課は、ただでもらった廃材を切ること。薪ストーブに使います。冬は寒さが厳しい鳥取ですが、家の中は快適だと言います。はあ、じゃあ薪をこうやって燃やして。やっぱりあったかいですね。なんかあったかいです。全然なんかあったかさがちょっと違う気もしますね。エアコンとかとはね、やっぱり。浩二さんの仕事は農業。自慢の梨畑に向かいます。はあ、やっぱり鳥取といえば梨ですね。そうですね。ねえ、これはあれですか、鳥取だから20世紀いや、新しくできた新幹線っていう。ほう、新幹線っていうのは私初めて聞きましたね。本当ですか。もう食べてみてください。全然違いますから。全然違う。全然違います。食べたいですね。はい。新幹線の収穫時期は8月下旬からわずか2週間だけ。幻の梨とも言われているそうです。あー、食べたかったです。ここで鳥取市移住ポイント。畑の賃貸料は5年間ただ。初期投資の機械設備はなんと最大600万円支給されます。だいぶ助かりました。はい。飲食店や運送業で働いていた浩二さんは、鳥取に来るまで農業は未経験。市独自の支援のおかげで農業を始めて5年、梨農家1本で生活できるようになりました。売り上げ去年でも500万ぐらいですかね、梨だけで。もう3割伸びるかな。僕やりだして思ったんですけど、すごいいい仕事やと思って最近はすごい思ってるんです。まあ、やれば絶対にやっていけるんで、ようやく軌道に乗り始めたから。そうですね、この新幹線が、はい、そういうこと、新幹線のようにね、ザーッと小特急のように行けば、ね。はい。一方、妻の玉尾さんは鳥取駅近くで家庭的なイタリアンレストランを経営しています。小さな子供がいるので週3日だけの営業。そういう働き方ができるのは13坪で月5万円という家賃のおかげ。
じゃあ行きます、はい、少しぐらいやったらちょっとお店できるかなとか、まあ、したい気持ちもあって家族でぶらりと買い物にやってきたのが地元で有名な市場カロイチ。鳥取、美味しいものって何があると思いますか？鳥取っていや、やっぱりカニじゃないですか？ですね、ええ、全国的に有名な鳥取の松葉ガニ、この大きさで一杯10,000円。いや重い重い、なんかもう身がぎっしり詰まって、もういや美味しそうですよこれは取れたての松葉ガニを茹でていただきます。いただきます。おいしいいや最高ですね、最高ですよ。なんでしょうこの美味しさは。甘くて身は締まってるしね、えいいな鳥取、いいですよ鳥取。続いてやってきたのは薬局、おむつを買いに来たそうなんですが、ここで鳥取市移住ポイント、実はお得なカードがあるんです。あ、こちらですか。これが子育てパスポート。はあ、はあはあはあ、鳥取子育て応援パスポート。はあ。この薬局では1回の買い物で50円引き、他にもレストランで食後のアイスクリームがタダなど、鳥取市内およそ900店舗で割引などのサービスを受けられます。有効期限書いてますよ。え、何これ、2037年3月31日で、あと16年後まで使えるんですかこれ。この子が大きくなるまで。あ、高校卒業するまで。そうか、高校卒業するまでか。よかったね、よかったね続いて鳥取市地域振興課がおすすめする場所があると聞いて向かったのは、鳥取中心部から車で30分の西郷地区。ものづくりの里として移住者が増えているといいます。失礼ですが、今おいくつですか？私は今27歳です。27歳栃木県の窯元から独立し、1年前夫婦で移住しました。現在この地区に陶芸家やガラス作家ら10世帯が活躍しています。もう少し増やしたいですね。20人くらいまでこう作家集団がいるといいなっていう感じですね。そう話すのはこの地区に住む北村さん。ここで鳥取市移住ポイント、市役所から委託された地元の人たちが移住者をサポート、悩みなどを相談できるんです。北村さんがおすすめの物件はこちら。この物件は結構いい状態で、わあ、なんか傘も長靴もあるし、なんか電気ストーブもあるし、冷蔵庫もありますよ。食器なんか全部残ってますよこれ。築100年 6DK の一軒家、30年前に一度リフォームしました。車庫、蔵までついて、家賃はおいくらで？2万円検討。月2万円すぐ住めますねここ。これまで多くの移住者をお世話した北村さん、関西からの移住者がいるということで紹介してもらうことに。島田さん、あ、いらっしゃった。島田さん、どうもどうもどうも。大阪高槻から4年前に移住した今家さん夫婦、先に移住した娘夫婦の家を訪れるうちにこの地域が気に入りました。何回か来てるうちにすごいええ感じ、山あるし川あるし、すごいええとこで、人間の暮らしにしたいと、はあ、早速ご自宅へ。邪魔いたします。うわ、すごいもんだな、これすごいですね。ちなみにこちらは
家賃はおいくらなんですか？3万円です。月に？月に、はい、へー、こんな立派なお宅が、はい、家賃3万円ですって、はい、3万円こんな立派なお宅なのに。築40年 5LDK の大きなお家。美恵子さんと邦夫さんは自宅の二間を使って週4日飲食店をしています。この店の売りは鳥取の地野菜を使った色鮮やかなワンプレートランチ。野菜は近くの畑から。長女のゆきさんが有機野菜を作っています。人参はナムルに。人参の葉っぱはごま和えで、苦味が美味しいんです。完成です。今家さんは大阪で焼き鳥店をしていましたが、鳥取でやるつもりはなかったそうです。なぜ気が変わったんでしょうか。人をつなぐツールっていうのは店だなって思った時があったんですよ。だから店は必須でした。実の娘のように通ってるのですいませんっていう感じなんですけど、すごく美味しいです。今では地元の人たちが集まるコミュニケーションの場になっています。仕事終わりの邦夫さんの楽しみがこの地区にある天然温泉。いやお父さん、いや気持ちいいですね。天然温泉ですからね、いいですよね。いいですね。湯谷温泉は美肌の湯。ここで鳥取市移住ポイント。一般の入浴料は420円ですが、市民だと50円引きに。さらにシルバーをなんと200円で入れる。そう、いやー安いですね。200円今家さん夫婦の日課は孫のお迎えです。じじがいた。じじのとこまで走っていけ。よーいどん。おーおかえり。おー、孫といつでも会える。好きなことをしながら温泉も楽しんで、田舎暮らしを満喫しています。こねてあれですけど、大阪には戻れないですね。鳥取市には手厚い支援を受けながら、好きな農業や飲食店経営で楽しむ移住者がいました。